ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。皆さんこんにちは、寺田由紀です。では今日も質問に答えてもらいたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは今日の質問です。東さんとの対談アーカイブを拝見しました。東さんの言わんとするところは、一見したところ無駄に思われるようなものでも、そこから考えもしないようなワクワクさせるコンテンツが生まれてくることもあるので、堀江さんのように徹底した効率化を求めると、そのようなコンテンツが失われてしまうことを危惧するものと理解しましたが、それでも堀江さんは効率化を進めた方が失われるものより得られるメリットの方が大きいとお考えでしょうか、という質問です。はい、はい、今日も質問答えていきたいと思います。お願いします。思います。ちょっとどうしたんですか、ちょっとなんかちょっと鼻声ですけど、はい、大丈夫ですか。はい、ちょっと風邪ひいちゃいました。あらららら、はい、どこで、はい、あのパタヤっていうところで、パタヤで、パタヤで風邪ひいた。アーパーティーっていうのに行ってきたんですけど、風邪ひいちゃったちょっ と夜ちょっと遅くて、上がった後ちょっと冷えちゃったんですね。あららら、冷えちゃった、はい、それからずっと風邪ひいてます。お大事に、はい、ホリエモンチャンネル。質問いきますか。はい、はい、答えていきたいと思います。お願いします。私はこう答えました、うん、そうかな、私は徹底した効率化なんて求めてなくて、うん、間違いなく必要ないだろうと思っているところだけの効率化を目指している、うん、例えば、年賀状を紙で送る必要ないし、手書きの手紙も同様、満員電車なんかもそうじゃない、そんなとこからワクワクさせるコンテンツなんて生まれないでしょう、かっこ笑い、というふうに答えました、うん、なんか、うん、その東さんっていうのは東博樹さんっていう人なんですけど、はい、まあ、ちょっとまあ、ぐじぐじ考える人なんですよ。ほうほうほう、はい、似てますね、私と。いや、ああ、そうですね、うん、まあ、なんかインテリの寺田由紀みたいな感じですかね。なんかそれ、はいはい、究極のインテリみたいな、はい、で、なんかその一見したところ無駄に思われるようなものっていうところから、なんかこうワクワクさせるコンテンツが生まれるっていうふうに言ってるんですけど、うん、まあ、僕は別に徹底した効率化を求めてるものっていうのは、本当これってこっから何も生まれないでしょみたいなところだけを効率化したいっていう思ってるんですよね、うん、だからなんか僕は徹底した合理主義者だって思ってる人多いけど、うん、そうでもないでしょ。うん、私は堀江さんの回答にすごく堀江さん自身を見てても納得なので、確かに無駄を省いてるだけで、別になんか効率化を目指したいと思って目指してるわけではないから。そうそうそう、うん、そうなんですよ、うん、だってね、効率化目指してたらミュージカルなんか出るわけないよね。本当ですよ、はい、むしろワクワクする方へする方へ堀江さんは行くイメージがあって、はい、いや、それ今やるっていうことでも楽しそうだと思ったら行っちゃうイメージがあるので、はい、うん、そうなんですよ。だから効率化、うん、だから満員電車とかまさにそうで、満員電車は別に乗ってなんかいいことなんかないじゃないですか。いや、今日も朝つらかったですよ、うん、満員電車痴漢プレーみたいなのしか出てこないですよね。満員電車つらくない？つらい。満員電車って 3,4 回しか乗ったことないです、人生で、うん、はい、もう絶対無理だと思って、朝毎日それで通ってる人はすごいなと思いますよね。絶対無理だと思って、だそういうところか、ところからはワクワクするコンテンツは生まれないんで、そういうところは徹底的に、無駄は省いて、本当の無駄は省いて、うん、そうじゃないところで豊かな人生を送りましょう、ということで、はい、今日はラストに、はい、寺田の、はい、ダダーンもうすぐ本番でございます、舞台の。あ、そうなんですか。はい、これ、あ、これ私どっかで見た人ですね。これどっかで見た人、はい、どっかで見た人、そうなんですよ。あのルドビコ女学院という1月15日から20日まで上野のストアハウスでやります。あの寺田17歳女子高生をキャピキャピと頑張っておりますので。オタクの役なんですよ、ね、オタクなんですよ。どうですか、オタクできるようになりましたか。オタク、あの頑張ってます。あの、ね、ちょっとオタクちょっとやってみてくださいよ。いや、ちょっと本当無茶ぶりするよね。はい、そんなんでできなかったらオタク本番でできないでしょう。わわわ、はい、ということでどうですか皆さん、はい、ということで15日から20日まで待っておりますので、よろしくお願いします。車が登録はこちら、ホリエモンチャンネル。 YouTube チャンネルもよろしくね。